はい、じゃあ、RDF を作ることができ、スパークルも描けるようになったところで、それを利用したアプリケーション開発をちょっと実例というかですね、お見せしていきたいと思います。スパークルでアプリケーション開発するっていうのは、今までのデータベースアプリケーション開発として比べて、ちょっといいところがいくつかあります。で、バイオインフォマティックスでデータ解析をするっていうときに、まず最初の入力データをきれいに取り揃えてくるっていうところが、割と手間だったわけですよね。なので、RDB の場合は SQL でなんか表を取ってくるんですけど、その場合はなんか、SQL モジュールを入れておけとか、今回は Postgre だからとか、こうインストールがいろいろ発生したりしますし、それから REST API の場合も JSON が返ってくるかもしれないけど、サービスごとに JSON のフォーマットなんて違いますし、で、CSV とか、意味がわからないと、そのカラムに入っているデータの型をどう取り扱っていいかわからないとか、いろんなことがあるんですけど、Sparkle で取ってくるデータっていうのは全部きれいにフォーマットされてて、型もちゃんと書いてあることが多いので、そこら辺でデータを、どっかのウェブデータベースからスパークルでパッと取ってきたら、それがデータ解析の対象になるっていう意味ですごく便利かなと。で、ウェブアプリから、ウェブアプリケーションの場合は AJAX で、スパークルエンドポイントを叩きに行って、帰ってくるスパークルの結果の JSON っていうのは常に同じ形をしていて、それをウェブアプリで利用すればいいので、データベースごとに、アプリケーションを書き換えるっていう必要はほとんどないです。で、そういうことで、スパークルの結果として得られるデータが本質的にはキーバリューの、表形式のデータで、で、その返ってくる JSON を統計処理して可視化するみたいなことをすれば、簡単にどんなスパークルエンドポイントにも対応できるような、アプリケーションっていうのが作ることができます。で、その時に必要な技術としては、もう本当に Web 標準ですね。だから Web アプリケーションが書ける人だったら、誰でもできます。HTTP 知ってます。AJAX 書けます。で、JSON 扱えます。で、JavaScript でちょっと可視化ができます。で、HTML を書けて、CSS でカスタマイ、ちょっとお化粧ができて、で、絵はSVG で書きますよね。これぐらい皆さんできますよ。で、あと覚えなきゃいけないのはもう Sparkle だけと。いうことですね。なので、ウェブアプリとして使われることが最近のデータベース多いので、JavaScript でそういうのを作るっていうのが、お客さん用にはいいんじゃないかな。で、時点として最初に今から紹介します、R でやるっていうのも解析のためにはいいかなと思います。で、その R なんですけど、統計解析パッケージの R で、お使いの方も多いんじゃないかと思います。で、Sparkle の検索結果をなんか可視化するようなことが。で、スパークルで R からスパークルを実行すると、その検索結果はデータフレームで返ってくる。すごい便利なわけです。R の統計関数は全てデータフレームに対して行うように準備されているので、もう何も考える必要がないという。で、例えば、じゃあ実際やってみましょうということで、やることはすごく簡単で、R を立ち上げて、インストールパッケージスパークル、これで準備完了です。で、あとは、スパークルライブラリを読み出して、エンドポイントとスパークルクエリを実行すると、データフレームが返ってくる。やってみましょう。GUI として Mac の場合は、この R Studio っていうのがよく使われると思うんですけど、で、テキストを、で、僕はもうさっきインストールは済ませてあるので、ライブラリースパークルっていうところからアウト。こうすると、スパークルを利用する準備ができました。で、次に、はい。あ、字がちっこい。これどうやるんだろうな。ズームする。はい。で、次にエンドポイントを指定します。これ、今回また DBpedia のエンドポイントを使ってみますが、ちょっと使いにくいな。はい。これ、まだ単純にこの変数に URL を入力しているだけです。
で、次、スパークルなんですけど、スパークルはこのクエリーっていう変数に入れていきます。ここからここまでがスパークルです。よいしょ。で、これで、エンドポイントは、クエリはこんな感じで準備できました。で、何やるかっていうのを先にちょっとウェブページで見てみましょう。これをブラウザーで開きます。で、ここのスパークルを、今ここにあるやつに書き換えます。で、これ何やってるかっていうと、日本の都道府県の広さを取ってくるっていうクエリです。はい、実行。こんな感じで、北海道は、これ単位なんでしょうね。なんとかの十条。まあこんな感じで まあ取れてくる。で、R の場合はですね、これを一生懸命こう解釈する必要は全くなくて、同じ検索を、よいしょ、実行する。よいしょ、これですな。こんな感じで、スパークルっていう関数に対して、エンドポイントを、あ、ちょっともうちょっと上にした方がいい。エンドポイントを与えて、で、スパークルクエリ与える。これだけで、この結果がビヨーッと閉じます。こんな感じですね。で、あとはもうこれデータフレームなので、R が持っているいろんな可視化を、例えばここでこういう形でパイチャートにするっていうようなこともできます。はい。他でやっぱ広いですね。これどうやったら、あ、これを最大化したらいいかな。まあこんな形で、もうちょっと凝った例としては、さっきのスライドの1個前にあったやつですけど、世界各国の国の GDP と、人口と広さみたいなものを取ってくるクエリがここにあります。よ、スパークルクエリをこれに置き換えますと。よいしょ。ほんでもう1回スパークル検索を実行します。で、ちょっと絵が描きたいので、ggplot2 という、まあ割とよく使われる描画ライブラリを読み込んで、あ、おう、間違い、こっちですよ。よいしょ。あ、こんな形で。まあ、R の知識は多少いるんですけど、なんかそれっぽい図があっという間に描けます。面積と人口で、あとはこの一個一個の丸の大きさがその国の GDP。なので、例えば中国とかは広くて人口は標準よりすごく大きいけど、まあ、GDP はちょっと低いとか、モナコとかはめちゃめちゃ狭いけど人口密度少し高めでお金持ちですとか、まあ、そういうことですね。まあ、こういうデータが DBpedia にもこういうのがいっぱいありますし、閉じれなくなりました。終わるか。それ以外に生命科学系のスパークルエンドポイントからガーッとサブセットのデータを取ってきて、グラフを書いて論文の図にするみたいなことが、まあ、あれでできるかなと思います。さて、で、実際はウェブアプリケーションを作ることが多いんじゃないかという前提で、これからは、D3JS っていうものを紹介していきます。ご存知の方、結構やっぱ有名ですね。はい。可視化のためのライブラリーとして、まあよく使われているものじゃないかと思います。マイク・ボストクさんっていう方が作られているもので、まあデータ入力を、まあ、JSON とか CSV からするっていうことなんですけど、まあ何でもできるので、ここを入り口として代わりに AJAX でスパークルを叩くっていうところをやりましょうと。そうすると、そこからあとはここにあるような、なんかちょっとおしゃれな可視化が頑張ればできますっていうことになります。はい。で、
ただ、D3 自体はすごくジェネリックに作られていて、いろんなデータ入力に対して、線を描いたり、色を塗ったりとかいうところからなので、スパークルを実行する部分とかはないわけです。ただ、そこも全然難しくはないんですけど、スパークルを実行して、それをグラフにするみたいなことはよくやると思うので、ていうか僕はよくやってたので、それを一通りまとめたライブラリを作りました。D3 スパークルっていうもので、ここのバイオハッカソンオルグ D3 スパークルっていうところでデモサイトを公開しています。で、これを使うと、ただの D3 を使うより少し楽にプログラムを書くことができます。はい。で、実際はD3 スパークルの中で何をやっているかというと、AJAX で、スパークルエンドポイントに、スカーソル出ないな。が消えた。なんでかな。2画面になってるのかな。ちょっとマウスカーソルが出ないですけど、スパークルエンドポイントの URL って書いてあるところに、DBpedia スパークルとか入れて、で、クエリのところに、スパークルクエリの文字列を入れて、で、それをどういう描画関数に渡すかっていうのを書いてあげればよくて、で、D3 の場合はこの XHR とか、JSON とかそういう関数を呼ぶだけで勝手に AJAX コールをして結果の JSON を取得してくれます。はい。で、よいしょ。で、例えばですね、さっきもちょっとプロパティパスの説明でその階層以下全部取れませんかとかいうのがあったと思うんですけど、例えばこのクマムシっていうのは多分1000種類ぐらいいるかと思うんですが、それを根こそぎ取ってくるためにはこういうスパークルを書きます。ルートとして生物、真核生物、微生物みたいなこう分かれていくところの、動物の下の辺にあるクマムシっていうところから下だけを取ってくると。で、クマムシの紹介は置いといて、これですね。取ってきた結果はスパークルリザルト JSON フォーマットっていうのになってます。で、これはまずヘッドっていうところにセレクト分で指定した、変数が入ってます。で、次にリザルツっていうところに、それぞれの変数に対応する値が入っています。これ書き下せば表みたいなもんですね。ただこれを系統樹なのでツリー構造にしたいわけです。なんかもともと表が返ってくるのをもう一回木にするっていうところをやりたいと。で、その変換って割とよくやると思うので、D3 スパークルのライブラリの中で、ツリーっていうのを呼べば変わるようにしました。で、これがD3 の可視化でよく使われているタイプの木構造なんですけど、D3 の方では本当に JSON がこうネストしていって、子供の子供、ネストが深くなっていくようなデータ構造になっています。で、ここに、下の例で、2行目のところにバーツリーって書いてあるところに、ツリー関数を呼んでいるところがあります。で、これで、JSON の形が変わると。で、この形の木構造だったら、いろんな、木構造用の可視化が使えますよっていうのが例ですね。で、ちょっと見ないとわからないと思うのでやってみます。ツリー、デンドログラム。で、これがちょうどその例になってますね。これ我々の方で提供している統合ゲノム用のエンドポイントがあって、そこにクマムシ の子供たちというか系統的に下にあるものを全部取ってきますっていう検索で、こんな形で、絵が描けるわけですね。結構ありますね。で、同じ樹形のデータを使うと他の可視化もできるところが D3 の面白いところで、ちょっとこのクエリをコピペして、こんな形で、ちょっとこれ多いな、もともとのやつの方が良かったのか、こんな形で丸くレイアウトして縦長くならないようにするってこともできますし、スリーマップって言ってこう、なんていうんですか、これは
子どものノードがどれぐらいあるかっていうのを面積に割り当てて、木を二次元に表現するような可視化もできます。それから、こういう形で、どの辺が多いか、例えば、シンクマムシが多くて、イクマムシが少し少なくてっていうような、あと分類されてないものがこれだけありますみたいな。で、この中でシンクマムシだけこう、ズームして見ていくとか、こういうようなアプリケーションに全部同じツリー、構造を使うことができるわけです。で、このツリーを作るところで、まあ、一応 D3JS を、D3Sparkle をちょっと呼んでいると。で、今度は、そうですね。で、これ今自分のウェブサイトでやってみたいときにはどうすればいいかという説明を先にしておきます。まず、D3Sparkle をダウンロードしてきて、まず D3JS をここで呼びます。で、次に D3Sparkle も呼んであげると、でスパークルエンドポイントを指定してクエリを指定してクエリってやる。でこのレンダーっていう関数が呼ばれることになってて、レンダーは自分で定義すればいいんですけど、このレンダーで受け取ったものを、ここで可視化関数を呼んであげれば、ウェブサイトの中に指定したドムのところにこうその SVG の絵が刺さる。でこの場合何やってるかっていうと、このエンドポイントっていう ID のところにエンドポイントが入っているの、これをここで取り出して、でテキストエリアのところにスパークルを書いておいて、それを取り出してっていうことをして検索を実行して、あとはここで絵を描かせるんですけど、まあ、それをこのボディの下にペコッと貼るっていうようなことをやってます。はい。でまあこういう絵ができますっていうのを今お見せしました。でこれは木構造に、スパークル検索結果を非構造にしたい場合の例です。で、次に、今度はグラフ構造のデータっていうのもあると思います。で、それを、表現するとどうなるかっていうと、これは何をやってるかな？あ、これ。DBpedia の中から、コンピュータープログラミング言語の、影響を受けた関係を取り出してネットワーク図を書くっていうスパークルクエリーです。こうしてみるとこんな感じで、なんか Lisp と CLU がつながっていてみたいな、ちょっともう少し皆さんが知ってそうな言語はないのかな。プロローグがここに。はみ出てる子が、まあいいや、すみません、こんな形でネットワーク図ってよく書くと思うんですけれども、タンパクタンパクイントラクションのネットワークを書くだとか、そういうことにも使えて、でこのタンパク質とこのタンパク質がバインドするみたいなやつをスパークルで取ってきて、これに投げるだけでこういう絵がバッと書けちゃうわけです。でそれが例えば大腸菌のものに限るとか、酵母のものに限るとかやれば、まあ、なんか論文に出てくるような絵になりますよね。で、他にですね、見せ方としては、このプログラミング言語の依存関係はこっちの方が多分よくて、こんな感じですね。モジューラ2がオベロンっていうのに影響を与えて、オベロン2ができてとか、なんかそういう感じなんですけど、エイフェル？あんまり、スパークルがないっていう。これ多分検索条件の問題ですかね。ちょっとわかりませんが。まあ、こういうような可視化がいろいろできますよということなんですけど、これもグラフの形式に、表形式で取れてきたデータをグラフの形式にしなきゃいけないんですね。で、もともと、スパークルの結果っていうのはこんな形で、やっぱり表で返ってきていて、A と B、A と B、あ、で、A に名前がついてて、B に名前がついててみたいなものを、だーっとペアで取ってくるんですね。そのペアの情報を、D3 ではよくこういう形で表現してます。ノードっていうところに、丸をたくさんあると思うんですけど、丸のリストがガーってあって、リンクスっていうところに、丸1と丸2がくっついてますみたいなのがずらっと書いてある。この形に変換してあげる関数が D3 スパークルの中にはグラフっていうのがあって、これを呼んであげることによって、今お見せしたようなネットワーク構造の可視化がすぐできるようになってます。はい。それ以外はですね、まあよくやりそうな
こういうバーチャートとか、パイチャートとか、あと世界地図とかですね、日本地図とか、まあ普通に表を作るとか、そういう機能もあります。で、まあここ見るのは早いですね。これさっきの R でやったのと全く同じですけど、北海道が広いねって言ってたやつです。こんな形で、普通の棒グラフを書くとかもできますし、そういう時はキャッシュを使いましょう。これは、ゲノムサイズ、さっき岡別府さんが例に出してた卵巣ですね。シアノバクテリアの、ゲノムサイズと遺伝子数の分布をこう書いていて、しかもこの丸の大きさのところにそれぞれの生物が持っている非ヒスジンカイネスの数をなんか半径にしてた気がします。はい。こういう例をまあ、ちょっと頑張ればできるっていうことで、ちょっといろいろ紹介し、後で説明を加えていこうと思います。で、あと、同じようにですね、このさっき紹介があったスパークルの本にもサンプルを載せていて、で、それ全部コードが GitHub に載ってますので、まあ、これを取ってきてもらって、実行することができます。ちょっとそれもやってみましょうね。どこに出るかな。字がちっこい。Mac の場合はこのホームのサイツっていうディレクトリの下に何か持ってくればいいことになっていて、ここにですね GitHub からサンプルコードをごっそりコピーしてきます。はい。で、このスパークルブックっていうところにダウンロードできたので、今話してるのはこのチャプター5っていうところですね。で、このチャプター5のD3 デンドログラム、こいつかな。で、このファイルをまあ、ブラウザで開いてもらえばいいと。で、はい、これ今ダウンロードしてきたばっかりのところです。さっき一回ダウンロードしたやつ消してるけど、アクセスしたいので色が違ってますが、まあ、こんな感じですね。で、これ開くと、さっきデモしたのと同じものが自分のこの Mac でも動いている状況です。で、ピッと実行すると、これ何やってるのかな？新宿駅からつながっている隣駅っていうのをこう検索するスパークルクエリーですね。はい。あとは、これフォースグラフの、これは都道府県の隣接グラフを書くやつですね。こんな形で京都府は何県と接してますかみたいなのがこう可視化されるわけです。はい。それからマップ。これは日本地図を書くのかな。動かないときに何か注意事項があった気がします。ですね。これダウンロードできるスライドにも書いてますけど、はい、修正が必要っぽいので直しておきます。すいません。これはこっちのページだと試せるはずですね。そうかな。これはいいじゃん。ちょっと、すいません。はい、こんな形で日本地図に人口密度によってこう色を塗り分けるとかそういうこともできるし、あとこっちの方ではこれ多分バイオサンプルのデータ使ってたと思うんですけど、どこでその生物サンプルが取られたかっていうのを世界地図にマップするようなこともちょっと工夫すればできます。基本的にはアイテムと緯度、経度を取ってきて、
D3 スパークルのコーディネーションマップっていう関数に渡してあげるだけでこんな絵を描いてくるということになってます。はい、それでまあ、大体デモをしたので、皆さんも、自分で再現してもらえるんじゃないかと思います。じゃあ、こういう技術を使って、どういうサービス、アプリケーションが作れますかっていう話を、ちょっと時間が押してますけど、最後して終わりにしたいと思ってます。我々、DBCLS の方では、統合ゲノムっていうアプリケーションを、ここ数年開発してきました。でこれはゲノムに関連する情報を全部 RDF で集積してデータベース化してみましょうということ でそれに統合スタンザっていうサブモジュールを作ってそれの組み合わせでデータベースを作るということをやっています。はい、で背景としてはですね、まずそもそもゲノム情報の RDF というのは世の中にはありませんでした。なかったんですけれども、世界的によく使われているゲノムデータベースとしてはアンサンブルとか UCSC とか、まあ、そもそも NCBI や DDBJ に入っている塩基配列のデータベースがあって、でこれをみんながバラバラに RDF 化していくとスパークルをそれぞれカスタマイズしないと同じ結果が得られないということになる危険があったんですね。なので皆さん集まってください、同じ RDF にしましょうっていう会議を2014年に開催しました。その結果、ゲノムに載っている遺伝子の座標はこういうふうに書きましょうとかいうことを一応アグリーメントが取れまして、こういうふうに表現、こういうふうな RDF で書くことにしましょうと。で、遺伝子があって、それに対応するメッセンジャー RNA があって、そいつはエクソン1、エクソン2を持っていてっていうような関係性をどういうプレディケートでつないでいってっていうようなことを標準化しました。なので今アンサンブルと我々の統合ゲノムとそれから DDBJ とか RefSeq を RDF にしたものに基本的に大体同じスパークルが使えるようになっていると思います。はい、で RDF を利用するメリットとしてはそういうゲノムの座標遺伝子がどこにあるかっていうような情報プラスいろんな対処多様な情報をその白地図であるゲノムに RDF だって走っていくことができると。でこれによって今までのゲノムデータベースだったらそういう拡張するたびにかなりの開発コストがかかってたと思うんですけど、RDF だったら足せばいいですよっていうようなこと。で、それをまあちょっと実証してみたいなっていうことです。で、あとはですね、オントロジーを使ってデータが定義ちゃんとされているので、それの階層を使って絞り込み検索っていうのができる。なんかそのあたりが特徴になっています。で、まあ画面としてはこんな感じになっていて、一番左のところに、絞り込み検索の窓があって、そこから遺伝子を見たり、生物種を見たり、環境を見たりすることができます。で、例えばどういうことがしたいかっていうと、またさっきの卵巣の例ですけれども、海水に住んでいる卵巣と、湖とか川に住んでいる卵巣の遺伝子の比較をしたら、なんかわかるかっていうことをしたい。で、今までだったら何とかして、まずそもそも卵巣のリストを取ってくる。でそいつらがどこに住んでいるかを調べる。で、まあ、それぞれいろんなデータベースがあるんですけど大変でしたよね。で RDF で全部揃っていればまず、卵巣に属する生物全部くださいと。でそいつらがどの環境に住んでいるかもついでにください。スパークルで1行書き足すごとにそういう絞り込みができるわけです。でじゃあその生物が200個とか、まあ、50個とか取れたときにそれぞれの生物種が持っている遺伝子全部くださいっていうことももう1行書き足せばできる。でさらにその遺伝子が、ジーンオントロジーでいうところの羊人カイネスを持っていますかっていうのに絞り込む。もう1行書けばできる。だから4行も書けばですね、もともとすごく苦労しなければ取れなかったデータが取れるようになるわけです。で今まではこれを全部手でやってたので、論文の元データを作るのがすごく大変だったんですけど、まあ、ここら辺がスパークルを使うと便利かな。でもそのもちろん前準備としてそういうデータを全部 RDF でデータベースに登録しておく必要があります。でそのためには環境を表現するオントロジーを作ったり表現系を表現するオントロジーを作ったり、まあ、菌株とか感染症とかいろんなものをですね川島さんとかを中心に DBC ベースそれから、まあ、統合化推進プログラムの皆さんと一緒に作ってきました。でこういうのを混ぜてトリプルストアに入れてでやっとアプリケーションの開発ができると。この前準備がありました。で、じゃあ何ができるのかっていうと、さっきちょうど卵巣の例を出しましたけど、こんな感じで、
ちょっと字がちっちゃいですけど、まずフレッシュウォーター、淡水に住んでいるノストックっていう種類の卵巣で、遺伝子機能として羊人カイネースの機能を持っているものってやる調べると、遺伝子のリストがガッと絞り込まれて表示されます。でそれをダウンロードすることもできますし、それぞれ一個一個の遺伝子についてどういうアノテーションがついていて、遺伝子配列がこうで、でゲノムブラウザ上で見るとここら辺にありますっていうようなことが表示できるようになっています。でここにいろんな情報を表示しているスタンザがありますけど、これ全部裏ではスパークルを実行していて、リアルタイムに表示してます。これ結構早いと思います。でさらにですね、これ1個ずつのモジュール、遺伝子の属性とか配列とかゲノムブラウザーというのが全部パーツ分かれてますので、この中で例えばゲノムブラウザーだけ僕のデータベースでも使いたいという人は持ってってくださいという形になります。こんな形で自分のウェブページに1行書き足せば、その機能がなんかエンベッドできると。でこの機能を使ってですね、例えば国内では黒川先生たちのマイクロビディビリやそれからカズサ DNA 研究所のシアナベースで相互にモジュールを譲り合って活用しているという形で、データベース開発のコスト自体も下げられているかなと思います、はい、で大体これで終わりで、あとは統合ゲノムのページをちょっと見てみましょうか。この前デモした時ちょっと使ったんですよねこれなので、まあ、絞り込みちょっとやってみてもいいですけど、先にちょっとここ見ましょうね。ここに今何ですかね、1700万遺伝子ぐらいがあって、1万生物種ぐらいが入っていて、まあ、表現系としては276種類のカテゴリーが登録されていて、環境としては781カテゴリーがこうリストアップされています。で例えばここで、何がいいですか、ソイルっていう環境を統合ゲノムで見ると、統合ゲノムの中には土に住んでいる生物が375生物種登録されていて、そいつらの生存域が書いてあるデータが、まあ、10個しかないんでしょうけど、だいたいこれくらいの常温のところか、すごい高温のところを好むやつが2種類ぐらいありますとか、そういうような情報がさっとサマライズされます。で次にその環境にがどこにあるかっていう地図が出ます。でこれ一個一個の点がその生物種が今取られたところになります。でそれが生物種群としてはどういう分布をしているかと。これを適当に続いてますかね。これファーミキュートの中で内訳をさらにこうズームインして見てるような感じになります。バチラスがどうなってますかみたいなことが大事。分かると。でまあソイルっていう中にもいろいろありますよっていう、この環境オントロジー自体をここでブラウズすることもできますし、まあ、そんな形で、でこの中で1個生物種を、まあ、今度見てみましょうっていう形になっていくと思うんですけど、あここからいけるんですかね、これ生物種にリンクされてる、これはボールドに行くんですね。この375のリストはここに出ないんでしたっけ？出ないとおかしいですね。改良しましょう。それで、まあ、別の方法で絞り込んでもいいかと思いますけど、なんかこう生物種を1個選ぶとですね、今度はその生物種に関する情報が同じようにこういろいろサマライズされます。たまたま選んだのでよく知りませんけど、この生物種のゲノムサイズ、遺伝子数、GC%、こんな形の生物っていうふうに報告されているバクテリアですと。で、まあ、ゲノムブラウザがあって、このゲノムブラウザもこんなスピードで動いてますけど、これ毎回スパークルクエリ発行してるんですよ。なのでちょっとこれが数年前にできたこと自体が驚きなんですけど、意外とだからリアルアプリケーションがスパークルで作れるっていう実証実験になってます。はい。で、まあ、あと最後あまり変わり映えしないと思いますけど、遺伝子も言っておきましょう か。一個一個の遺伝子についてはこれちょっと中ですけど、なんか例えばその遺伝子について論文が出てたら何年頃にその遺伝子研究が盛んだったかみたいなことをここに
グラフで出るような機能もあるし、もしタンパク質の立体構造が分かってたらここに絵が出たりします。で、またゲノムブラウザがあって遺伝子配列があって、まあ、機能、それからタンパク質に翻訳した時の、まあ、モチーフとか機能ドメインの情報みたいなものがずっとこう書いてあるというような、まあ、よく見るデータベースにあるようなことが全て RDF で再現できていますので、まあ、皆さんこの中であこれだけじゃあくださいとか言って欲しい場合は自分のウェブページに1行書き足せば持っていきますというような形でやってきましたというご紹介でした。はい、じゃあ私の方から以上ですけど、何かご質問あれば。